はい、毎度クソ芝でございます。よくね、あのコメントでね、あのリバウンドしないダイエット方法とかありますかっていう質問いただくんですけど、まずね、クソ芝の意見言わせてください。まずありません、ありません。リバウンドしないダイエットなんて絶対ありません。これは本当です、マジで。ダイエットっていうのはね、まあ足し算引き算ですよ。自分のね、取っていいカロリーを上回ったら太りますし、それより下やったら痩せるわけです。でね、まあそのダイエット期っていうのはアンダーカロリーにして痩せていくわけじゃないですか。まあプラス筋トレもしていったりするかもしれへんけど、筋肉つけたって言ってもね、それがね、もうすごい筋肉がカロリーを消費する、こういうふうに思ってる人いるかもしれませんが、そんなことないんですよね。そんなことない、あんまり変わらんかな。むしろね、食事が大事だから、まあライズアップとかでもそうじゃないですか。筋トレして食事制限してね、ライズアップ期間が終わった、だからそのままおったらリバウンドせえへんのか。絶対するから。太ってる人は絶対にね、理由があるんです。それ今までね、人生の培ってきたデブテクニックがね、もう身に備わってるんです。だからもう生活習慣であったりとか、食生活であったりとかね、そんなんがもう終わってる、だから太るんです。だからそこをね、根本的に変えないことには絶対にリバウンドするんです、ダイエットをやめたら。当たり前のことなんですけど、だから筋トレするっていうのはすごいいいことなんですよ。なんでかって言ったら、筋トレするしていくことによってね、栄養についてね、結構ね、考えるようになるから、ならなんかおのずとなんとなく分かってくるんです。だからそれはすごいいいことなんですけど、まあ普通にまあ食事制限だけで痩せたりしたら、そういうことを考えずにさ、なんていうの、そのアンダーカロリーだけで痩せていったら、やっぱりこうまだにもうだって何十年で染みついた生活よ、それをさ一気に戻すってできへんから、なかなか、うん、やっぱりそれでね、リバウンドが多い原因っていうのはそれなんです。だからね、リバウンドしないダイエットなんかない。だからもうそれはね、もうダイエット期間中にね、今までの自分のね、やってきた失態みたいなのを考えて、ダイエット終わった時に、ああいうのがあかんかってんな、こんなんがあかんかってんな、みたいな感じでやると維持できる人が多いと思います、僕は。けどそれを何も考えずに今まで通りにやったらまた太るよ、間違いない。しかもダイエットした時に筋肉が落ちてるから、今まで以上のスピードで太っていく、うん。筋トレしてたらそれはまだこの幅はゆっくりやけど、やっぱなんていう、基礎代謝がむっちゃ上がるみたいな、そんなんはやっぱり筋トレ何年もしないと、それだけ筋肉をつけないとね、そんな変わらないですね。まああとは定期的な運動することによってさ、消費カロリーを増やせれるから、だからその分で太りにくくはなりますけど、それも運動をやめちゃえば全く意味ないんで、だからもうなんていうかな、ダイエットというのはですね、もう生き方なんですよ、生き方です。だから生き方を改めないと絶対にリバウンドするっていう、リバウンドっていうか元の姿に戻っていく、今までの培ってきた元の姿に戻っていく、うん、これだけね、でかいことを僕は言いますけど、僕見てこれ、これだけ言ってても僕太っていくんですよ、やっぱり生活を改めないとね、生活を改めないと、これだけ言ってる本人がこのダイエット終わってね、ダイエットした時は70キロね、それが今82キロダメなんです、僕の生活、食生活がダメなんです、はい。あとまあ余談なんですけど、ケトジェニックダイエットってリバウンドしやすくないですかっていう質問もらうんです。これはね、どんなダイエットでもまあさっき言ったようにリバウンドすんねんけど、ケトジェニックはさらにリバウンドがしやすい。なんでかっていうと、やっぱりその糖質制限してるわけじゃないですか。ほんならやっぱりまあ炭水化物取り出したら 2,3 キロ太るんですよ、水分含むからね。それは太ったうちに入らないんです、まあ水分を溜めたっていう状態なんですけど、そっからなんで太っていきやすいかって言ったら、その糖質を取る生活をしだして、そのケトジェニックしてた時ぐらい食べてたらどんどん太っていく。あれはケトジェニックダイエットをしてる時やから肉何本食ってもいいっていう、だから空腹になれれないんですよ。ケトジェニックやってたら結構食事制限ないから、糖質以外はだからガンガン食うじゃないですか。だから食うっていう習慣が、そのなんていうの、改められてないんで、糖質制限をやめた瞬間にやっぱり肉じゃなくてもさ、その絶対量のなんか満腹感みたいなのは取ろうとするわけじゃないですか。だからね、一気にポポポポポーンって太っていくんですっていうね、クソ芝のまあ僕が思うダイエット絶対リバウンドするよっていうお話でした。はい、僕もねリバウンドしてますんで、まあけどね、僕は筋トレしてずっとやってて、普通の人やったらね、
12キロも太ったら、それはもうすごい体になりますよ。僕身長166で、体重82キロってもうこんなんですわ、普通やったら、筋トレしてなかったら。だからそういう意味ではまだマシなんかもしれないです、はい、けど僕が筋トレやめて今の食生活してたらもうこんなに絶対になりますっていう話でした。はい、じゃあまた、バイバイ。